人が2000人1夜で集めたっていうのも、ユースポっていうのは生中継できる、今リアルに、それは最後ない人でもないし、なんで初めはこんなに盛り上がってるんだろうなと思ったら、その2000人の人たちが今度は DJ なんてあんましイベントが行ったことない、それを配信してて、Twitter でまた共有したっていうのがあって、これですごい広がっちゃった。